名医、真瀬道さんが初めて信長に越見した時の話です。その時、き、道さんが新物として持ってきたのは、二本の扇子だけでした。信長の家臣たちは、それまで他の越見者たちの豪華な献上品を見ていたので、献上品がたった二本の扇子とは少なすぎるのではないか、と呆れざわめいたそうです。 ですが、道さんがそうじゃに、これは信長様に、めでたく日本を手に入れてくださいという意味の親物です。と、言上したので、居並ぶ家臣たちは皆感動したそうです。安く上がりましたな。